鳥老中元祭りの主広師団鳥老中元祭りは、台湾キールン市で毎年、鬼月と称される旧暦7月頃に盛大に行われる、不動活動。台湾交通部観光局の台湾十二大年中、行事の一つに選考されている。旧暦7月1日に明海に続く門、岩門が開き、ラオタイ公病にいる亡霊が、現世に戻り、それをご馳走を用意して迎える。 旧暦7月14日に行われる灯籠流しには台湾各地及び外国からの観光客も多く訪れる。また台湾の他の中元祭と違い旧暦7月開日までではなく旧暦8月1日まで行われる。また通年この祭りに関する展示が中元祭天文物館であり無料で見学することができる。台湾開拓時代に 大陸より入植した出身地の異なる集団間で推理や開墾地の争奪などで争いが絶えなかった。皆、豊元年8月、ついに昌州と泉州の人々との間で泉、怪盗が舞事件が多くの人々が死傷する騒ぎが起こり、これを鎮めるため民間武術で競うこととなり、今日神々に武術を奉納する元とになった。また、 中原の風習として行われていた旧暦7月の裏本を同時に行い、オランダ人やスペイン人との戦いの烈士武闘で亡くなったり、海や伝染病で亡くなった無縁物も一緒に供養するようになった。皆、豊か5年、キールンの11氏族の胸地下界からの申し入れ交代で供養を主催することとなり、今日に至る。ありがとうございます。